アイムアリス広瀬。このドラマは高校時代に実らなかった恋を叶えようと再び動き出した男女が予期せぬ悲劇に直面しながらも愛する人を思い続ける壮大な愛の物語です。366日ぜひご覧ください。 See you。 同窓会？でも春とは来られないって。その人は太陽みたいな人だった。いつからか期待するのをやめるようになった。傷つきたくないから。アスカ久しぶり。新ドラマ366日4月8日スタート。あの頃と同じ笑顔だった。